ランナー2人、またスタート、セカンドライナー、なんとかしのいだという近藤の立ち上がり。これ非常に大きな結果じゃないですか。いやもう最高な終わり方ですよね、はい、やっぱり次のバッター糸井ですからね、相性悪いっていうのありましたからしっかり捉えられてますけどね、まあ、でもこのプレーっていうのはすごく大きいですね、はい、このワンプレー一つ大事にしたいというオリックスバファローズです。